東京武蔵野市にある井の頭自然文化園で飼育されていた象の花子は、国内の象としては最高齢の69歳でした。花子は1949年、戦後初めての象として2歳の時にタイから来ました。東京都によりますと、今朝飼育員が横に倒れている花子を見つけ、寝返りなどを打たせようとしましたが、午後3時4分、静かに息を引き取ったということです。